やけびにん、やくんてと申しますぞ。今回は分類6文字単体区焼きでランクマッチに潜っていきますぞ。メンツは宝探しポケモンのヤレクレトホ、エージェントポケモンのヤンテレオン、ストライカーポケモンのヤースバーン、遊玉ポケモンのヤジドラゴ、エレクトロンポケモンのヤジエレキ、そして重量ポケモンのヤバルドンで潜っていきますな。では CM までカット以外ありえん。対戦相手が三日月氏、対戦よろしくお願いしますぞ。お相手のパーティーは鉄の包み幅高み、鉄の武人海流、キラフロル、サーフゴー。では三日月氏、対戦よろしくお願いしますぞ。場所ってこの辺ですかな。鉄の武人の方だった。さて、まあこんなことなら初手カバーが良かったんですが、それは結果論。とりあえずボルトチェンジ返しますぞ。ラッキー。またスキ道連れやつでしょう。これはカバーを出してしまえば通せるということになりますな。例えば相手が何を選んでいても、眠るだった場合はさすがに倒せません。これまあその場合は次のターン倒せばいいんですな。砂にまみれるヤバルドン、ではまみれてもらいますな。で相手の行動は道連れ。さあ砂でも道連れにするといいですぞ。道連れにするのはまあその砂粒ちょっとだけですかな。さてこれで押し込んだ。さあお次は誰ですかな。これでマルスケのケアもついでにできているというのが非常に偉い。引いてるのは海竜のみ、鉄の包み、普通に相性不利。まあここは深読みせずにただ突っ込むだけでいいですよな。氷技には受け出したくないですし、このまま GO です。あじゃあポンプ当たりませんな。では倒してやりますぞ。カジマキ自身足りないんですな。足りないですが、まあ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 本来はこうなるはずだったよと口を開けて水を受け止めてますが、しっかり飲めたんですな。ねえお相手のラストが誰なのか。あと命の弾を持っていた。これはお相手のラスト見れますな。エキからで、まあまあタック神。おやつ自体は重いですが、後ろにいるドラゴで何とでもなりますな。相手はもうフェアリーテラスタル一択と勝手に思っておりますので。さあ潰す助けはないようですが、素早さが上がるといいですな。一発ぐらいはきっと耐えてくれるはず。フェアリーテラスタルムーンホースでもない限り。もっとテラスタルではない。これがヤジエレキの耐久ですな。ズドン。あ、普通のエレキもこんな感じにはなるわけですが、ついでに2万キを引いたのは非常にいいですな。そして砂が痛い、玉が痛い、エレキが死んでしまう。あとは秘伝の見せ場ですぞ。ヤジロゴ間違っても流星振ってあげますな。向こうテラスタルが絶対にないのが茜テラバースト。いきますぞ。はっ、ええ、おかうお、でかいでかいじゃん、でかいよこの子、大きいよ。あーいきなり俺声出すのやめていただきたいというと、もう耐えます。ここ半減に抑えてムーンホースで耐えますね。おかしいやるわーストードン、やはりでは三日月氏、対戦感謝ガーリン。ちょっと剣ですな。対戦相手が見つかりましたな。アセロラ氏、対戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーはキューコン、オーガポン、カイリュウ、ガワチ、グーマーサフゴー、トドロク、ツーキー。ではアセロラ氏、対戦よろしくお願いしますぞ。相手の初手は海竜、初手から来ましたな。こちらの初手はエアジェリキ。さてテラマーストで一気に畳みに行くべきなんですかな。何をするために出てきたのかとお互い思っている。まあこちらのエレキはリフレクターと読まれる可能性は大いにあるが、原子ではどのみ届きませんので、テラバを打つかボッテンを打つかテラバーストで
もっと引っ込める。これは電気技無効ガチグマ、いいですか。これはそれで氷が刺さりますな。ではいきますぞ。はい、ええー、おかしか。うお、でかいでかいじゃん、でかいよこの結晶、大きすぎてよ。あー、いきなり裏声出すのやめていただきたいと言われそう。テロバスします。ここは氷テロバスターを打ちますね。炸裂ですな。ズン、悪くない。ここまで削ればと言ってさすがに岩石封じを、岩石封じではない、原子の力を打つわけにはいきませんな。テラバレンドで落とせない可能性がある原子の力、そしてボルチェン雷は効果がない。もう消去法ですな。うわ、弱点になってしまっておりますが、落とせるような技ではないんですぞ。ドン、撃破があり。まあこれで海竜が神速打ちに戻ってくるでしょうな。まあ、かといって別にそれにカバーを合わせるつもりもないですが。キューコン、キューコン、ベールとかですかな、わかりませんが、ここはボルトチェンジでいいですな。防御が上がりましたぞ。こちらの防御云々よりももっとケアするべきことがありますな。ボルチェン、素晴らしいスタンですな。これが野獣機の電気の火薬、出ていくのはもちろんヤバルドン。武器だったら目も当てられない。何まみれるヤバルドン、やれますぞ。でムーンフォース、ムーンフォースならまあ問題ないです。で地震は打てない。ドラゴも氷弱点、氷半減状態のエレキももうあの状態ですので、ここは倒されるしかないですな。交代してきたら美味しいと。交代読み、一点読みで氷の牙をする人は偽られて攻撃できるタイミングでもひどいことになりますからな。グレイズはこんな技では倒せませんな。では必殺ストレッチ、ズドン、撃破があり。ただあとは海竜だけですな。とりあえずベード張って竜舞してうんたらかんたらとかいう感じでしょう。我がヤバルドンならば竜舞の隙はありませんし、レンジ波も効きませんので考えることはもう何もないですな。こだわってますからストレッチが選べない。おっと、もうテラスをしてくれる。これは神速やつですか。どうまでもドンというわけではない。岩を半減にして竜舞してしまおうといった感じか。というかこれで落とせば砂だめ入らないので丸隙が潰れないというやつですな。地震、さすがにこの HP ではきついものがあるわ。鋼タイプになったからにはまあ何を考えることもないですな。こちらはエリックから行くしかない。問題は神速があるのかないのか、それだけですか。内容ですな。ドドン、さて、やりましたな。これでもうお相手は何もできませんぞ。まだ目で倒れそうですが、ハチマキ地震ということなんですかな。ハチマキ地震アイアンヘッド神速激励みたいな。まあ、一応さ入れない人もちょくちょくおりますので何とも言えませんが、もう自信しかないと鷹をくくっておりますぞ。グルメな野獣ドラゴン、大地の力以外あり。まあ何を選んでこようと落としてしまうんで関係ありませんがな。野獣以外あり、当てますな。ではアセロラ死体戦艦士以外あり、万歳しておりますな。ここまでご視聴感謝以外ありえない。というわけでヤジドラゴの紹介をしますな。いやー厳選苦労しましたな。ヤジドラゴですな。テラスタイプは鋼、まあドラゴンと打ち合うような状況になった時のために鋼かフェアリーがいいというわけで、で、まあ、むしろフェアリーにやり返すための鋼といったところですな。持ち物はこだわりメガネで、技構成はタイプ1超強力流星群、これに一致補正と竜のアギト補正がかかるんでむちゃくちゃ威力が出ますな。で、サブは鋼に打つ大地の力で、先ほど言った鋼技を打つテラバースト、特殊技が他にあまりいいのがないので寝言が入ってますな。催眠対策というやつですな。で、こいつは HP の種族値が高いんで HC にすると大変無駄ができてしまうので BC 振り分けとなっておりますな。で、ステータスとしましては
こんな感じになっておりますな。特攻167を決して高いとは言えませんが、先ほど言った通りの流星群、もともとの威力が高く、竜のアギトのタイプ1の補正で補正をガンガンかけて、強化力が出るといった感じですな。で、こいつは証個体とかは無理なので、グルメの証をつけておりますな。まあ、こいつ自身が顔のようなものですので。というわけで、ここまでご視聴感謝いただきありがとうございます。大変大きく見えておりますが、手前にいるだけですな。